スバル、富士重工の米国法人、スバルオブアメリカは11月3日、10月の新車販売の結果を公表した。総販売台数は、10月としては、過去最高の43,012台。 前年同月比は24.7%の大幅増で35ヶ月連続で前年実績を上回った。経緯役を果たしたのは2013年春にモデルチェンジしたフォレスター。 10月の記録を更新する12,791倍を販売。前年同月比は3.1%増と、堅調だった。 2012年9月に発売された XV クロストレック、日本名インプレッサ XV も人気。10月の新記録の5372台を販売。 前年同月比は10%増と引き続き好調。また、新型 WRX シリーズも良好な立ち上がり。 2013年11月のロサンゼルスモーターショー13で発表された新型 WRX が新型 WRXSTI を含めて2085台を販売。前年同月比は53.8%増だった。 一方、インプレッサ、WRX を除くは10月、3154台を販売。前年同月比は11.6%減と、4ヶ月連続のマイナス。また、 主力車種のアウトバック日本名レガシーアウトバックは新型投入の効果で12,624台。前年同月比は55.4%増と4ヶ月連続で増加した。 2014年2月のシカゴモーターショー14で新型を発表したレガシー2本目レガシー B4 も新型投入により105.9%増の6362台と4ヶ月連続のプラススバルの2014年1から10月米国新車 販売は全面同期比20.3%増の418,497台。スバルオブアメリカのトーマス・ジェイ・ドール社長兼 COO は過去6年販売記録を更新してきた。現在の成功は販売店の従業員の努力のおかげと